女流ュクリストファー・ブリーズはアメリカ合衆国テキサス州ダラス出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはクォーターバック。NFL のニューオーリンズ・セインズに所属。パドゥー大学を卒業後、2001年の NFL ドラフト二巡でサンディエゴ・チャージャーズに入団。これまでに2004年、2006年、2008年から2014年。 2016年から2019年と13回、プロボールに選出されている。2004年には、カムバック賞、2008年には、最優秀攻撃選手に選ばれた。第44回スーパーボールではに TD パスを投げて、MVP を獲得した。テキサス州出身であったが身長が低かったことから、州内の大学からは、声がかからず、インディアナ州にある、 パドゥ大学へ進学した。在籍中、パス獲得11,792ヤード、90タッチダウンパス、12,693、総獲得ヤード、パスしなげ1,678、パス成功数1,026など、ビッグテンカンファレンスの新記録を多く作った。2001年にはチームを1967年以来となるローズボール出場に導いた。 1999年には、カレッジフットボール最優秀 q b ーに与えられる、デビー・オブ・ライエン賞のファイナリストとなった。2000年には、マックスウェル賞を受賞、ハイズマン賞の投票では1999年に4位、2000年に3位となった。大学時代の通算成績、編集サンディエゴ・チャージャーズ、編集大学時代の活躍から彼は2001年の、 NFL ドラフト一巡中盤から後半にかけて指名されると予想されていたが、プロの QB となるには、背が低いことや強権ではないことなどから二巡目で、サンディエゴ・チャージャーズに指名された。チャージャーズは、この年全体一位指名権を持っていたがこれを、アトランタ・ファルコンズにトレードし、一巡全体五位、三巡、2002年ドラフト二巡指名権を得た。 2001年11月4日のカンザスシティチーフス戦で NFL デビューを果たした。2002年のトレーニングキャンプでダグフルーティと先発 QB の座を争ったスウェツカンダが2003年には再びフルーティに先発 QB の座を奪われた。2004年のドラフトでチャージャーズは全体1位でイーライ・マニングを指名したが入団拒否されたためニューヨークジャイアンツに指名されたノースカロライナ大学の QB フィリップリバースなどとトレードを行った。このトレード後ブリーズが先発 QB の座を保持することは困難と予想されたが、リバースがトレーニングキャンプをホールドアウトしたため先発 QB の座を確保した。結果的にブリーズは AP 通信カムバック賞に輝く活躍を見せてプロボールに選出された。シーズン終了後フリーエージェントになった彼はチームと リバースが大型契約を結んでいたこともあり、残留しないのではと見られていたが、チャージャーズは彼をフランチャイズプレイヤーに指名し1年800万ドルの契約を結んだ。彼はチャージャーズからの対談を望んだが、他チームが彼を獲得するには、ドラフト一巡指名権を2つトレードする必要があり、トレードは実現しなかった。2005年シーズン彼は、 自己ベストの3576ヤードを投げ、q b レーティングは NFL10 位となる89.2でシーズンを終えた。この年のデンバーブロンコストの最終節にセーフティのジョン・リンチのヒットを受けてファンブルした際にボールをリカバーしようとしてジェラルド・ボレンにヒットされて肩を負傷した。2006年1月5日に彼は関節の内視鏡手術を受けた。彼は プロボールに2年連続選出されており、カーソン・パーマーの代役として先発 QB を務める予定であったが、ジェイク・プラマーにその座を譲った。ニューオーリンズ・セインツ、編集エンブリー・スタジアムでのウォーミングアップをしている、ブリーズ2005年シーズン終了後、彼はチームと契約交渉を行ったが合意に達せず、他チームとの契約を目指し、ニューオーリンズ・セインツとマイアミドルフィンズが興味を持った。 ドルフィンズはミネソタバイキングスのダンテカルペッパーを獲得3月14日にブリーズはセインツと6年契約を結んだ2006年11月19日のシンシナティベンガルズ戦ではパスで510ヤードを獲得したが試合には敗れたこの年彼は NFL トップの4418ヤードを投げてリーグ3位の26タッチダウンパス11 ヒーインターセプトで q b レーティング96.2の成績を残し、プロボールの先発 q b に選ばれた。翌年1月5日、AP 通信の MVP 選出で、元チームメイトのトムリンソンについで2位の得票を獲得した。二人はその年のウォルター・ペイトンマン・オブ・ザ・イヤーに選出された。2007年1月13日、セインツに入団して、初のプレーオフに出場した。 ルイジアナスーパードームで行われたフィラデルフィアイーグルス戦でパス32本中20本を成功1タッチダウンヒインターセプト0で勝利し NFC チャンピオンシップゲームにチームは進出した1月21日のシカゴベアーズ戦ではパス49本中に7本を成功させ354ヤードを投げにタッチダウンを上げたが3回のターンオーバーを喫した エンドゾーン内でのインテンショナルグラウディングの反則も、プロボールにも出場したが肘を負傷して第1球で退場した。2007年、全16試合に先発出場、パス655回中443回成功、パス成功率67.6%、4428ヤードを獲得、28タッチダウン、18インターセプトの成績で終えた。 2008年、彼は、ダン・マリーノが1984年に作った、シーズンパス獲得ヤードの NFL 記録にわずか15ヤード、足りない5069ヤードを獲得した。シーズン5000ヤード以上パスを投げたのはマリーノに次いで、彼で2人目であった。この年彼は10試合で300ヤード以上を投げ、これは2002年のリッチ、ギャノンと並ぶ NFL 大記録となった。第8週と、 第12週にはフェデックスエアー週間 MVP に AP 通信によって2008年の最優秀攻撃選手に選ばれた。第44回スーパーボール優勝を果たし MVP に選ばれたブリーズ2009年シーズンレギュラーシーズン17連敗中のデトロイトライオンズとの開幕戦でパス36回中26回成功358ヤードを 投げ自己ビストの 6TD パスを上げた。第6週に共に無敗で迎えたニューヨークジャイアンツと対戦した。その時点でジャイアンツのディフェンスはリーグトップの成績であったが彼はパス30本中23本を成功369ヤードを投げて4タッチダウンを上げセインツのオフェンスは500ヤード近くを獲得して勝利した。第7週のロードでのマイアミドルフィンズ戦では 第2級途中で3から24とリードされたが、この試合彼はパス33回中22回成功で298ヤードを獲得したが1タッチダウン、3ヒーインターセプトの成績であった。しかし 2td ランを上げるなどチームは46から34と逆転勝利を収めた。第9週にはその時点でパスディフェンス NFL トップのカロライナパンサーズと対戦した。 彼はパス35回中24回成功で330ヤードを投げる活躍を見せてチームは初の開幕8連勝を達成した。第12週にはニューイングランドペートリオッツとマンデーナイトフットボールで彼は371ヤードのパスを投げ週間最優秀攻撃選手に選ばれる活躍を見せてチームは開幕11連勝を達成した。 第13週にはその時点でパスディフェンス1位のワシントン・レトス・キンズと対戦したが419ヤードのパスを投げた。チームは開幕13連勝したが、第15週のダラスカウボーイズ戦、第16週のタンパベイ・バッカニアーズ戦、第17週のカロライナ・パンサーズ戦と3連敗してシーズンを終えた。 なおプレイオフ第1シードで迎えることが決定した後に行われた第17週の試合では彼の代わりに控え q b のマーク・ブルネルが先発出場した。ディビジョナルプレイオフでアリゾナ・カージナルスを破り NFC チャンピオンシップゲームではミネソタ・バイキングスと対戦した。この試合で彼はパス31回中19回成功で191ヤードを獲得。 3タッチダウンを上げて、勝利に貢献、インディアナポリス・コルツとの第44回スーパーボール出場を決めた。スーパーボールでは、パス39本中32本を、成功、288ヤード獲得で 2TD パスを、決めて MVP に選ばれた。この年彼は、プロボール選出、バートベル賞、シーズン MVP 投票では2位となった。 シーズンを通したパス成功率は70.62%となり、1982年にケン・アンダーソンが記録した70.55%を27年ぶりに抜いて NFL 新記録となった。2010年 NFC チャンピオンシップゲームの再戦となったミネソタ・バイキングスとの開幕戦に14から9で勝利した。 第3週のアトランタ・ファルコンズ戦では365ヤード、3td、に int で24から27で敗れた。第11週のシアトル・シー・ホークス戦で382ヤード、4td、に int の成績を上げ、34から19で勝利した。この年チームは11勝5敗で、NFC 南地区でアトランタ・ファルコンズに次いで2位で、プレーオフに出場。 ワイルドカードプレイオフでは、レギュラーシーズンを負け越したチームとして、プレイオフ初出場を果たした、シアトルシーホークスを相手に404ヤードを獲得2 TD を挙げたが、マーションオンリンチの活躍により、36から41で敗れた。この年5度目のプロボールに選ばれたが、自身最多となる22インターセプトを起死した。これは、アーロン・ブルックスに並ぶチームワースと記録であった。 シーズン終了後に選ばれた NFL トップ100プレイヤーズオブ2011では9位に評価された。2011年1984年にダンマリーノが27歳の時に作った5084ヤードを更新する5476ヤード2009年に自身が作った記録を更新するパス成功率71.2%の NFL 記録を達成。 最優秀攻撃選手にも選ばれた。またチーム記録を更新する 46TD パスを投げた。第2 2シカゴベアーズに勝利し、NFL チーム中勝利していない相手は、ボルチモア・レイブンズのみとなった。10月23日のインディアナポリス・コルツ戦では、パス35回中31回成功、325ヤードを獲得、5TD を上げ、チームは62から7で勝利した。 この年 NFC の週間最優秀攻撃選手に選ばれた。11月28日のニューヨークジャイアンツ戦でも363ヤードを獲得 4TD パスを挙げて週間最優秀選手に選ばれた。12月4日のデトロイトライオンズ戦でシーズン4000ヤードを達成、開幕から12週目に4000ヤードを超えたのは彼が初めてであった。また4年連続でパス4000ヤード。 30td パスを達成した最初の選手となった。第15週のミネソタバイキングス戦で412ヤードを獲得、5td を上げた。1試合で 5td を上げ、400ヤード以上を獲得、パス成功率が80%となったのは彼が初めてであった。チームはプレーオフでデトロイトライオンズを破ったがサンフランシスコーティナイナーズに敗れてシーズンを終えた。 第16週のアトランタ・ファルコンズ戦の第4球残り3分にダレン・スプロールズへの9ヤードのパスを決めてマリーノの記録を3ヤード上回る5087ヤードに記録を伸ばした。同じ試合の第2球にマーキス・コルストンへの8ヤードの TD パスを成功し42試合連続で TD パス成功となった。試合後マリーノはツイッターでブリーズを祝福した。 この試合の活躍でシーズン3度目となる週間最優秀選手に選ばれた。第17週のカロライナパンサーズ戦で468ヤードを獲得、シーズン通算獲得ヤードを5476に伸ばし、同じくマリーノの記録を更新したトム・ブレーディの5235ヤードを上回った。1試合あたり342.25ヤードを獲得した彼は、 ストライキでシーズンが短縮された1982年にダン・ファウツが記録した320.3ヤードを上回った。2013年にペイトン・マニングがシーズン5477ヤード、1試合あたり342.31ヤードを獲得し、この記録は破られた。デトロイト・ライオンズとのワイルドカードプレイオフで466ヤード獲得。 3td を上げて45から28で勝利したがサンフランシスコフォーティナイナーズとのディビジョナルプレイオフで462ヤードを獲得 4td に int の記録を上げたが32から36と敗れた6回目のプロボールに選ばれた彼は NFL トップ100プレイヤーズオブ2012の2位に評価された 2003プロボールでのブリーズ2012年7月13日、5年1億ドルでセインツと契約を結んだ。開幕前、スーパーボール候補にも上がっていたチームは、違法な報奨金問題により、ショーン・ペイトンヘッドコーチが1年間の出場停止となった。ブリーズは好成績を残したが、ディフェンスが崩壊し、開幕から4連敗を喫した。 そうした中、第5週のサンディエゴチャージャーズ戦で370ヤードを獲得 4TD1INT の成績を上げ、週間最優秀選手に選ばれた。この試合で彼は48試合連続 TD パスを成功、ジョニー・ユナイタスの記録を52年ぶりに塗り替え、チームもシーズン初勝利を挙げた。この試合では、ユナイタスの息子のジョーが、 父親の記録を52年ぶりに塗り替えたブリーズを祝福した。その後第13週のアトランタ・ファルコンズ戦でタッチダウンなし5インターセプトを喫し、この記録は54試合連続で途切れた。第14週のニューヨーク・ジャイアンツ戦では354ヤードを投げて7年連続でシーズン4000ヤードを達成、ベートン・マニングの6年連続4000ヤードという記録の更新をした。 また5年連続で 30td、4000ヤードを達成したが、これも NFL 記録であった。この年5177ヤードを獲得、43td を上げたものの、守備が7042ヤードを喪失と、NFL ワースト記録を更新した。その結果チームは7勝9敗で、プレーオフを逃した。負傷したロバート・グリフィン3世の代わりに7度目のプロボールに選ばれた。 NFL トッププレイヤーズオブ2013の11位に評価された。2013年、第4週のマイアメドルフィンズ戦で413ヤードを獲得 4TD を上げて、週間最優秀選手に選ばれた。第10週のダラスカウボーイズ戦でも392ヤードを獲得 4TD を上げて、週間最優秀選手に選ばれた。第12週の試合でパス獲得ヤードで、 ウォーレンムーンを抜いて、歴代5位の49,566ヤードとなった。第14週の試合で NFL 史上5人目のパス獲得通算5万ヤードに達した選手となった。183試合目の出場で5万ヤードに到達したが、これは5人の中の最速記録であった。第17週のタンパベーバッカニャーズ戦でも381ヤードを、 獲得 4TD を挙げて、週間最優秀選手に選ばれた。この年で6シーズン連続パス獲得4000ヤード、3シーズン連続パス獲得5000ヤードを達成した。この年チームは11勝5敗で、プレイオフに進出、フィラデルフィア・イーグルスを破ったが、ディビジョナルプレイオフで、シアトル・シーホークスに敗れた。NFL トップ100プレイヤー・オブ2014の6位に評価された。 2014年、チームは、開幕から2試合連続決勝 FG を決められて、敗れた。第2週のクリーブランドブラウンズ戦で、ジョン・エルウェイの記録を破り、パス獲得ヤード歴代4位となった。10月19日の試合で、NFL 通算パス成功率が66.21%となり、チャド・ペニントンを超えて、NFL 歴代1位となった。 第13週のピッツバーグスティーラーズ戦で257ヤードを獲得 5TD を挙げて自身20度目の週間最優秀選手に選ばれた。第15週のシカゴベアーズ戦で7シーズン連続 30TD 以上9シーズン連続パス獲得4000ヤード以上を達成した。七勝九敗でプレーオフ進出は逃したがシーズン百五十二ヤード獲得で 5000ヤード以上、獲得は3シーズンで終わったものの、彼の記録は、ベン・ロスリス・バーガーと並んで、シーズン最多パス獲得ヤードであった。NFL トッププレイヤーズ・オブ2015の30位に、選ばれた。2015年、フェデックス・フィールドでのブリーズ2015年、チームは、開幕から3試合連続で敗れた。10月4日のダラスカウボーイズ戦で、 CJ スピラーに80ヤードの TD パスを決めて、この年初勝利をもたらした。この TD パスは、NFL 史上5人目となる400回目の TD パスであった。205試合目での 400TD 達成であり、これは NFL 最速であった。同じ試合でのオーバータイム開始後1 3秒に、ジョシュヒルへのパスで、通算5000回目のパス成功を記録した。 11月1日のニューヨークジャイアンツ戦で自己最多の 7TD パス511ヤード獲得の活躍で52から49で勝利した第12週のヒューストンテキサンズ戦で連続 TD パス記録が45でストップした第14週のタンパベイバッカニアーズ戦で TD パス回数でマリーノの記録を更新し史上4位となった第15週の試合で パス通算6万ヤードを達成、215試合目での達成は NFL 最速であった。第16週のジャクソンビルジャガーズ戦で8、シーズン連続で 30TD パス以上を達成した。この年1試合を欠場したが、NFL トップの4870ヤードを獲得した。チームは7勝9敗でプレーオフを逃した。 NFL トッププレイヤーズオブ2016の30位に評価された。2016年、オークランドレーダーズとの開幕戦でブランディン・クックスに自己ベストとなる98ヤードの TD パスを成功させた。第2週のニューヨークジャイアンツ戦で通算パス獲得ヤードでマリーのを抜き、NFL 歴代3位に浮上した。第6週のカロライナ・パンサーズ戦では465ヤードを 獲得 4TD1INT の成績を挙げた。この試合で同一チームにおける5万ヤードを獲得した6人目の q b となった。第7週のカンザスシティチーフス戦は自身100回目となるパスで300ヤード以上を獲得した試合となった。第16週終了時点でブリーズ、アーロン・ロジャース、ペイトン・マニング、トム・ブレーディの4人が 35TD パス以上を記録した。 この年彼は NFL トップの5208ヤードを獲得、自身5度目のシーズン5000ヤードを記録した。またパス成功数471回は、彼自身が2011年に作った468回の NFL 記録を更新した。また、NFL3 位の 37TD パス、2位のパス成功率70.0%を記録。 シーズンのパス成功率が70%になったのは3度目であった。この年もチームは7勝9敗でプレーオフを逃した。NFL トップ P、アイアーズオブ2017の16位に評価された。2017年は開幕からミネソタバイキングス、ニューイングランドペートリオッツに連敗した。第10周のバッファロービルズ戦で彼は184ヤードに、 抑えられたが、乱攻撃で298ヤードを獲得、チームは47から10で勝利した。第13週のカロライナパンサーズ戦で、通算パス成功数で、ペイトン・マニングを抜いて、歴代2位となった。この年11回目のプロボールに選ばれた。第16週のアトランタ・ファルコンズ戦で、史上3人目となる通算7万ヤードを、それまでの最速となる248試合目で、 達成した。12回目のシーズン4000ヤードを達成した。また当時の NFL 記録となるシーズンパス成功率72.0%の数字を残した。パス成功数386回、パス1回あたりの獲得ヤード8.1は NFL トップの成績であり、q b レーティングも NFL2 位の103.9であった。チームは11勝5敗で、 NFC 南地区で優勝。2013年以来4年ぶりにプレイオフに進出した。ワイルドカードプレイオフでカロライナパンサーズに31から26で勝利。したがディビジョナルプレイオフのミネソタバイキングス戦に24から29で敗れた。NFL トッププレイヤーズオブ2018の8位に評価された。2018年3月13日、2年5000万ドルで、 セインツと契約を延長した。第3週のアトランタファルコンズ戦で、ファーブの記録を更新する6301回目のパスを成功させた。この試合で396ヤードを獲得 3TD パス 2TD ランを上げて、週間最優秀選手に選ばれた。第5週のワシントン・レッドス・キンズとのマンデー・ナイト・フットボールでパス29回中26回成功。 363ヤードを獲得 3TD を挙げて週間最優秀選手に選ばれた。1試合でのパス成功率89.66%は自己ベストであった。またペイトン・マニングの持つ通算パス獲得ヤード記録を更新した。バイウィーク明けにはボルチモア・レイブンズを破り、ファーブ・マニングに次いで NFL 全32チームに勝利した3人目の QB となった。 同じ試合で、ベンジャミン・ワトソンへの TD パスを成功、史上4人目となる 500TD パスを達成した。第9週には346ヤードを獲得、4TD、0INT の活躍で、開幕から連勝を続けていた、ロサンゼルス・ラムズを破った。第10週のシンシナティ・ベンガルズ戦で、マイケル・トーマスへの TD パスで、通算 TD パス回数で、ファーブを抜いて、 NFL 歴代2位となった。11月の NFC 最優秀攻撃選手に選ばれた。この年15試合に出場し、パス489回中364回、成功3992ヤード 32td5int の成績を残した。最終週は、チームが NFC 第一シードを決めていたため欠場した。 この年のパ成効率74.4%は2017年に自身が記録した72.0%を更新する NFL 記録となった。QB レーティングは自己ベストの115.7であった。シーズン4000ヤード達成は12シーズン連続で途絶えた。この年第4級カムバックが6回、第4級にウィニングドライブを決めたのが7回となった。 ディビジョナルプレイオフでは、フィラデルフィア・イーグルスに0から14とリードを許したが、第2球以降、20点連続で取り逆転勝利、その試合で、パス38回中28回成功、301ヤードを獲得2 TD-1INT の成績を残した。スーパーボールを制した2009年以来となる、NFC チャンピオンシップゲームに進出し、ロサンゼルスラムズと対戦したが、 オーバータイムの末、23から26で敗れた。この試合では残り2分を切った時点で、ラムズにパスインターフェアランスのコールがされなかったプレーが、論理を呼んだ。この年彼は15人の選手に TD パスを投げ分けた。シーズン MVP の投票では、パトリック・マホームズに次いで2位となった。NFL トッププレイヤーズ・オブ2019の2位に評価された。2019年、 9月15日の試合で、右手親指靭帯を痛め、約6週間の離脱となった。その間、テディブリッジウォーターが先発した5試合で全て勝利し、10月27日のアリゾナカージナルス戦で復帰した。第14週のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦では、パス40回中29回成功、5TD パス、1TD ランを上げる活躍を見せたが46から48で敗れた。 第15週のインディアナポリス・コルツ戦でタッチダウンを上げ、通算541回目のタッチダウンパスを上げた。これにより、ペイトン・マニングの記録を抜いて、NFL 史上最多記録となった。この試合で彼は、パス30回中29回成功、1試合のパス成功率96.7%は、NFL 記録となった。第16週のテネシー・タイタンズ戦で、それまで、 マービン・ハリソンが持っていたシーズンレシーブ記録144回を更新するパスをマイケル・トーマスに通した。この年11試合に出場2979ヤードを獲得 27TD4INT パス成功率は74.34%であった。ワイルドカードプレイオフでバイキングスと対戦20から26で敗れた。 2020年3月、セインツと2年5000万ドルの契約を結んだ。2020年の開幕週のタンパベイバッカニアーズ戦では、今シーズン移籍したばかりのトム・ブレーディとの対戦となった。この試合で、ブリーズはブレッド・ファーブの持っていた最タパスしなげ回数1169を超え、歴代1位となった。11月15日のサンフランシスコ・フォーティナイナーズ、 戦でラら骨を痛め、途中退場となった。翌日複数のラら骨の骨折とそれに伴う肺の負傷であったことが判明し、故障者リスト入りとなった。4試合欠場した後の12月19日のカンザスシティチーフス戦で先発復帰を果たした。12月25日のミネソタバイキングス戦では、通算パスヤードで NFL 史上初となる8万ヤードを達成した。 この試合に勝利し、セインツは4年連続の地区優勝を果たした。プレーオフ2戦目では、トム・ブレディ率いる同地区2位のタンパベイ・バッカニアーズに3つのインターセプトを献上して敗れた。現在、ニューオーリンズのアップタウンに暮らしている。牛乳アレルギー、小麦アレルギー、卵アレルギーなどの食物アレルギーを持っている。右方にあざがある。彼が3歳の時に、 両親は除去することを考えたが医者によって除去すべき、理由がないと言われている。2009年1月15日に長男が誕生。偶然にもこの日は、ブリーズの30歳の誕生日であった。2009年8月7日に、母親が59歳で亡くなったが、この際彼はチームからトレーニングキャンプへの参加を免除された。2009年6月29日、 クアンタナも海軍基地を訪れビリー・ミラー、ドニー・エドワーズと共にサインをする、ブリーズ・セインツに移籍後、フィールド外でのチャリティ活動も積極的に行っていて2010年のスポーツ・イラストレーテッドでのプロフィールには、アン・アスリート・アズ・アドワード・アンド・アプリシーテッド、アズ・エニー・イアン、アメリカン・シティ・ト・デーと書かれている。彼は、ハリケーン・カトリーナの被害からの復興にも協力している。 セインズのファンからは、ブリススというニックネームで呼ばれている。2009年6月終わりに、グアンタナモ米軍基地を訪問した。帰国後グアンタナモの捕虜は、アメリカ国内の刑務所よりも10倍低調に、扱われていると発言した。2008年2月、チリ、エスグリルバーの広告に出演した。この広告データ収入はチャリティに使った。レギュラーシーズン、編集ポーストシーズン、 編集サンディエゴチャージャーズ記録、編集ニューオーリンズスインツ記録、編集 NFL 記録、編集。ありがとうございます。